タナちゃんのバッツの中身見せてもらってもいいですか。多すぎん。やばすぎ。ちょっと。どうすればいい。何このキーケースの入ってるやつ。何何。こっちが。こっちも。ナイス。サイドの、サイドの。これはあのポーチ、あのペンケース。サイドの。はい、というわけで始まりました。はい。なんかちょっと男だったら誰もちょっと気になる。ことなんですけど、かなちゃんの。バッグの中身見せてもらってもいいですか。多すぎん。やばすぎ。ちょっといいの何入ってそんな何も入ってないけど。え、出せばいい。あ、ここに置いてもらう、白の。あ、まず財布。財布、はい、あ、これ普通の財布です。うん、普通の財布です。財布だろ。キーケース。何このキーケースの中入ってるんですか。なんか、いや、なんかこれ、うん、なんか、うん、え、キョロちゃん。あ、なるほど、これ家開けるときとか。そうそう、暗かったらこれつけようと思ってもらったんよ。可愛くね。あとはミンティア。おお、ちょっとおしゃれな。一瞬なんかあれ、マジックのトランプかと。アイライナー、リップ、リップ、リップ何個持っとんってぐらい入ったんやけど。あとハンドクリーム。あとはね、あのこの前ライブ行ったんやけど、その時のあなんかグッズ買った時のなんかおまけの、え、これなんかマグネットクリップでこうリップできるやつ。いくらなんだ。え、まあ、グッズを買ったらいくら買ったらもらえるよみたいな。今ちょっとこのそのまま入ってる。それが。あとはこっちにも入ってんけど。あとはこれとティッシュ以上です。これエチケットポーチみたいな。これはそうそう、ほんまにそういうものとこうティッシュ。あ、もう入ってないの。これもティッシュ。もう入ってないよ。入ってないからな、お前。ほら。お前、で、こっち側。こっちも、こっちもナイス。ほら。あ、ほんまや。いや、なんかサイドの、サイドの。これはあのポーチ、あのペンケース。サイドのこっちの。こっち。なんでさ、これ。止められません。いいね。止められません。知りかける。感想用のやつかな、うん、はい。え、なんで急に持ち物検査になった感じこれ。いや、なんか結構気にならない。なんかそうな。でもバッグによって入れるものがちょっとこれこのタイプのバッグは小さいから、なんかいつもはなんかのど飴とかテピカジュールとか入れとるけど、あ、ごっついやつだ、ごっついいうか、まあ、あの、そう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 、とか筆箱か肩掛けの、そう、大きい筆箱っていうかペンケースとかも入れとるけど、今日はもう本当にちょっと、そう、今日は何も入ってない。まあ、でもリップはなんかいつもなんかいっぱい入っとるな。ハンドクリームもこれに合わせてちっちゃくなっとるけど、いつも大きいの持っとるし、うん、特に変なものはないです。知りたげるで。まあね、いろいろあると思うけど。そうですね。まさかちょっとチェックされると思わんかった。びっくりするわ。なんか僕もそう最近ちょっと見て、うん、そういうの洗っとったから。確かになんかあの芸能人とかのバッグの中身とかこう雑誌に載っとったりとかね、YouTube で上げとったりとかするけど、うん、絶対にさ、そのなんか紹介しようと思ったのものわざと入れとるじゃん。そうだね、今回ほんまにあった。ほんま、私もびっくりしたもん今。え、でも今みたいな、しかも待ってねみたいな。なるほど、ちょっと。そう、マジビビるんだけど、よかった、ティッシュとハンカチ入っとってつって。これでハンカチとかなかったら、前のあれどうなる。いや、ほんまそれ、前のあれ絶対ちょっとやべえやみたいな。まあ、最低限の。そう、まあ、最低限だな、ほんまに。はい。
はい、よろしいですか。よろしいです。で最後に一言、最後に一言、このバッグのことで、で何でもいいけど、イベントのことで、バーベキューパーティーの日、あ、来月バーベキューやります、冬に、あ、春か、もう春か、再来月やったら、来月、3月詳しくはかなちゃんのインスタグラムとか見て、13日の金曜日にやります。どうすんアホみたいに友達来たジョンソン、ジョンソン来たらどうしようっていうのをやります。よろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。